20分で持つねってかなり早いですよね。はい、すごい。はい、どうも、料理のお兄さん、リュウジでーす。はい、ということでですね、今回はですね、なんとこのチャンネルには超珍しいんですけども、ゲストの方が来てね、コラボ、まあ、このチャンネルでも何度も登場していただいてるんですけども、こちらの方になります。じゃあ、お願いします。どうも、休日課長です。お願いします。休日課長さんに来ていただきました、はい、今日はありがとうございます。ありがとうございます、はい、今日はですね、なんと、休日課長がですね、バチバチの料理家として、登場していただくということで、はい、今回何かお知らせがあるということで、こちら私の初レシピ本、妄想ご飯がですね、発売されました。おめでとうございます、ね、こちらの本、僕も参加させていただいてます、はい、そうなんです、リュウジさんにね、はい、もう最後、妄想レシピ対決、対決を、はい、させていただきますと、はい、いう感じで、はい、はい、これね、お互いのレシピが載ってますね、はい、これどういう本なんですか。これはですね、やっぱ妄想幼なじみのトモコっていうのがいるんですけど、はい、鮎川トモコが普段ニューヨークに勤めてるんですね某自動車メーカーのニューヨーク支社にいるんですけど、こう東京に1ヶ月突然帰ってくることになって、はいはい、でいきなり僕の家にですね、電話してくるんですね、はい、止めて1ヶ月おそのトモコどうやって食べさせていけばいいかっていう妄想のもとに生まれたレシピ68品がここにはい、じゃあこれはトモコのために作るっていう、そうなんです、もうそういう本なんです、ね、もうこれはトモコのために作る、そんなレシピも聞いたことないですよ目で見て楽しいし、はい、食べても楽しいって本になってる。そうなんですよ。いいですね、これは、はい、はい、社長の妄想満載のレシピ、はい、前代未聞のレシピ本の前代未聞の、はい、ということで、はい、じゃあ今回ね、この妄想、はい、ご飯の本の方からですね、はい、料理をこう僕に教えてくれるっていうことなんで、はい、はい、じゃあ早速やっていきたいと思います、はい、レッツ妄想、はい、レッツ妄想リュウジのバズレシピ。今回ですね、もつのかす汁ということなんで、もつがまず主役ですね、はい、はい、で、ネギ、人参、ごぼう、しいたけ、しいたけ、はい、で、まあ生姜のね、すりおろしがあります、はい、で、調味料がですね、味噌、コチュジャン、酒粕、和風だしのコチュジャンと酒粕ですか。そうなんですよ、はい、こうトロッとしたような感じ。そうですね、はい、おー、これちょっと楽しみですね。早速やっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速教えていただきたいと思うんですけども、はい、ちょっとその前に僕のチャンネルで料理をする前に儀式的なのがということで、今日はここに、はい、ちゃんと、用意しております。こちらのハイボールで、はい、はい、ということで乾杯、はい、よろしくお願いします。あー、いい。じゃあ作っていきましょう。まずは何をしていきますか。そうですね、はい、棒をささがきにして、ささがき、はい、まあ、この鉛筆を削るようにですね、まあもうささがき無理だなって思ったら斜めに切っていったりとか、もう好きにしてくださいもん。大丈夫ですか。適当で大丈夫ですもん、はい、もうね、いつもささがきしないんですけど、久々にしました、ね、久々にしました。でもさすがですねいや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 、サクサクっと、ね、課長のレシピはすごく特徴的なので、あ、すごくね、はい、今日はね、楽しみに、はい、してます。ここら辺はちょっとじゃあ薄切りにしちゃっていいですか、ね、そうですね、はい、あの本当にね、あの皆さん切りたいように切っていただいていいんですけど、はい、まあ一応まあ、ささがきってことで、ささがきな感じね、はい、はい、オッケーで、で、人参はですね、人参、はい、いちょう切りですかね。じゃあ、いちょうだから、はい、こうですか。そうですね、はい、で、何センチぐらいですか。あ、そんぐらいで、はい、こんぐらい大丈夫ですか、はい、ちょい厚みたいな、ちょい厚みたいな、ちょい厚みたいな、皆さんの中のちょい厚ぐらい、ちょい厚みたいな、はい、まあ、そこら辺はまあ、ちょっと好みでも全然大丈夫ってことですね、はい、なるほどね、人参のほっこり感、はい、はい、あ、で、しいたけは軸を切り落とし、はい、切り落として薄めに、はい、こんな感じ、ね、こんな感じ、はい、薄めに、はい、いいですね、はい、いいですか。あ、もうあっという間に、はい、あっという間に切れちゃいました。整いましたね、はい、はい、じゃあそうですね、はい、あの鍋にぶっ込んで、はい、はい、これもじゃあお野菜を、はい、お野菜も、はい、もうこのままなんですね。そうです、このまま入れちゃうんですね。うん、おー、ここに水を、ここに水を入れて、はい、じゃあこれ、ここにいろいろ、そうですね、調味料、だしを、はい、だし、まずだし、はい、はい、入れていただいて、はい、あとは火にかけるだけです。じゃあこの時はもうだしだけ入れて、だしだけですね、はい、はい、わかりました。しかも課長、これ
レシピ本では20分って書いてあるんですけど、はい、制作時間、はい、これ20分で持つねってかなり早いですよね。そうっすね。ね、あんまり聞いたことないですね。これがうまいんすわ。で工程も全然ないんだって。あの切って鍋にぶち込んで、うんうん、炒めたりしないですもんね。そうですね。そう、もつに何かもつだけ炒めるとかいうレシピもあったりするんですけども、これなんかすごく簡単でいいですね。今ね強火でちょっと沸かしてました。はい、はい、弱火にそうですね、そんぐらいで、はい、でこれでまあ10分ぐらいですか、ね、10分ぐらい、はい、はい、分かりました。10分ぐらい煮込みましたからね、これね。かね、うん、来ましたからね。じゃあここにですね、はい、味噌、コチュジャン、はい、酒粕を、はい、味噌溶かして、じゃあ味噌系ですね、はいはい、酒粕って使ったことないです、今まで一回も。で、板のやつだと、はい、ちょっと溶かすの、板のやつもあるんですね。大変なことが、こういうペーストタイプのやつがですね、もともと売ってるので、うんうん、これを最初に買っちゃえば何の問題もないですけど、あ、OK です、はい、じゃあこれも味噌と一緒のタイミングで入れちゃう、はい、溶けてくる。結構入れますね、そうなんですね。これはもう全部入れて、はい、溶かしてしまう、溶かしてしまう、はい、あ、うまそうだ、これうまそうだ、酒に合いそうだ。じゃあここで3分ぐらい、はい、はいはい、これで火止めます。はい、でここにまあ生姜溶かしていただいて、はい、ここで生姜ですね、はい、これはあの今回チューブを使ってるんですけども、はい、チューブで大丈夫ですか、まあ、チューブでも大丈夫です、はい、おろしてるやつでもおろしてるやつでもお好きな方で、はい、時間のある人はまあ、うん、自分でおろしたりしていただいても大丈夫です。僕がね結構ねおろすタイプなので、うんうんうん、はい、でこれはもう火を止めて、はい、混ぜるだけでいい。あ、でも色がすごいなこれ、はい、これ完成ですか。完成です。あ、じゃあ盛り付けいきましょう。はい、はい、じゃあ今回ね、この平皿、はい、はい、まあ、煮物皿ですね、用意させていただきましたんで、はい、こちらに盛り付けていきたいと思います。お願いします、はい、大将。これは分量的にはじゃあ2人分ですね。そうですね、2人分です。トモコと食べるから、はい、うん、で、最後に、はい、もう持つといえばネギですよね。ネギ、はい、まあ、好みで七味とかね、振っていただいてもいいですけど、はい、とりあえずコチュジャン入ってるんで一回ね、味見ていただいて。あ、いいっすね。はい、うわ、あ、もう完璧だ。あ、完璧、もう完璧ですね、これね。完璧だ、見た目が。はい、じゃあこちらで、トモコに食べさせたい、はい、もつのかす汁、はい、完成です。完成です。はい、それではできましたので、いただきたいと思います。いただきます。いただきます。うー、じゃあ、さあ行きますか、はい、どうぞどうぞ行ってください。じゃあちょっと、じゃあ僕から、はい、行ってください。食べさせていただいて、これでもね短時間の仕上がりなんでどうなってんのかちょっと、ね、すごく、楽しみなんですけど、いただきます。おお、ドキドキする。くー、うまそう。いただきます。どうですか。めっちゃうまいわ。あ、よかった。酒粕聞いてるんすけど、はいはい、どっちかというと全部コクになってますよこれね。そうなんすよ、ね、なんかもうちょっと酒粕してんのかなと思ったら、なんかそうじゃなくて、なんかうまいことコクだけ加えてくれてるって感じですね。そうなんです。これうまい。よかった、そこ伝わって。うん、でね、臭み全然ないのよこれ。切る超うまくないですかこれ。もうめちゃめちゃうまいですよ。やばいね。はい、食べていいですか。はい、目に入ってください。いただきます。いやー、これうまい。これ勉強になるな。これね、20分で作ったと全然思えないんですよね、これ。うまい、うん、これはね、ちょっと技ありですよ、これ。ニンニクとか入れないで、このコクはすごい。トモコが酒飲みだったら落ちる。ちょっとね、うん、想像以上でした。今日はめちゃめちゃ美味しかったです。ありがとうございます、はい、じゃあ最後に、はい、こちらの見どころというか、もう熱い思いを言ってください、はい、そうですね、はい、僕の妄想という趣味とですね、料理という趣味が全部一つになったこの妄想ご飯、はい、褒められるとまた作りたくなる妄想ご飯、ネットとか商店とかで売ってますので、ぜひ手に取ってみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これなんですか。もう僕も着てますけど、これ、はい、なんかに意味はないんですけど妄想組合ってどういうあれなんですか。まあ、特に意味はない。特に意味はない。妄想ご飯とかけた感じですか。まあ、ちょっと妄想ご飯のまあいろいろ撮影とかしてる中で、はい、そのまあチームで話してて、はい、なんか妄想組合ってワードが出てきたんでそのままなんかノリでエプロン作ってみました。